はい、皆さんどうもこんにちは、リムと申します。本日もよろしくお願いいたします。はい、本日はねちょっとメガネの話させていただこうと思います。多分今までの動画の中でメガネの話させていただいたことないと思うんですよね。サングラスとかはね紹介させていただいてるんですけど、いや自身は実はそのコンタクトしたりとかではなくって、その瞬間的にその夜の車の運転であったりとか目が疲れやすい時であったりとかって形でメガネをすることがほとんどなので、そのファッションとしてね小物として使うこともあるんで、まあメガネとか小物自体はそういうサングラスも含めて好きなので、まあそういう意味合いも含めて購入することはあります。でその夏の間ってなんか暑いし煩わしくてあんまりしないんですけど、このね秋冬とかになってなんとなくその自身のメガネブーム的なやつに火がついてというか、そう、それで先日そのイオンモールの中にジンズさんとゾフさん両方入ってるんでちょっと見に行ってきたんですよ。で今回ゾフさんの方で購入してます。いや実は今まで購入したのもほとんどゾフさんで購入していて、まあジンズさんも見に行ったことはあるんですけど、その要は自身のように瞬間しか描けない方ってできるだけ安い方がいいじゃないですか。で、まあ、ゾフさんももちろんそうなんですけど、1万数千円とかのモデルで、おすすめモデルみたいなものもたくさんあるし、なんですけど、いや、それだとね、なんか自身の中であんまりこう意味がないというか、安いんじゃ安い、高いんじゃ高いっていう思考なんで、実はそのメガネ昔から好きなんで、例えば、これとかもほんとかなり前にかけてた、ドイツのブランドだったかな、都内のメガネショップで購入してるもの、5万円ぐらいだったと思うんですけど、こんなものとか、まあ、ちょっと変わったデザインのこんなものとか、あとはそう、これはねただねすごい前に買ってるんですけど、また最近かけようと思って引っ張り出して、これはね多分十数年前に購入してるんですけど、カルティエなんで、すごい高かったです。多分10万円ぐらいはしたと思います。レンズ込みですけどね。いや、こんなもの持ってたり。なので、昔のものを時々今かけたりもするんですけど、このね、2年ぐらいで作ったのって、こんな感じの簡単なセルフレームのね、もの。それから、仕事用に作ったのが、ちょっとこのカラーフレームのもの、それからこれが一番軽くて書けやすいかな、これは多分一番使ってたと思います。今あんま書けてないけど、こんな感じのもの、この今ご紹介した3本最後のね、これとこの黒いやつ、これ全部ゾフさんのものです。で値段がごめんなさい、あんまりはっきり覚えてないんだけど、高いもの絶対買わないんで、ゾフさんの中でも。なので一番安いものから1万円以内ぐらいのもので選んでます。そうだからね、なんかこう時々しか書けない方、皆さんそうだと思うんですけど、できるだけ安い方がいいじゃないですか。それで今回もゾフさんで購入したモデルは5500円のもの、レンズ込みですもちろん、で購入してます。それこちら、もともとこの別光系の色って好きなんですけど、なんかあんまりメガネとして買う機会なくて、サングラスとしてはね結構購入することもあるんですけど、初めてかな、こういう茶系の別光系のもので購入したの。まあちょっとクラシックな感じのイメージのものが欲しくて購入したんですけど、どうですかね、まあ人から見て似合ってる似合ってないはちょっとあんまり関係ないって思ってる方なんで、自分が良ければいいかなって思ってるんですけど、まあ少しその茶系のコート買ったりとか、ニットだったりとか、秋冬に着る、なんかそんなようなものに合わせれるもので作っておこうかなと思って、まあ今回度も変えて、で今その、ブルーライトカットのレンズにしても値段変わらないってことだったんで、作ってみました。いや、これ5500円じゃ、結構いいと思うんですよね。いや、多分このチャンネル見てくれてる、当時のお客さんで、結構ね、お付き合い長い方たち、本当何人も見ていただいてるんですけど、
いや、その当時はね、自身もそのインポートメガネ、そのお客さん方にもお勧めしてたし、いや、高いブランドで、いいブランド、もちろんいくつもあるんですけど、いや、今現在はね、結構この値段が安くても、デザインが優れてたり、その機能も含めて、気軽に買い替えれるんで、まあ、こういうなんか、ゾフさんとかジンズさんみたいな、割とロープライスなメガネでも十分こう楽しんでいただけるな、ということで今回紹介をさせていただきました。いや、本当に作ったのはでも、数年ぶりかな。今回ね、メガネ作ったの。そう、なんかね、やはりこうトレンドもすごく早く取り入れていくし、これ実は色をクリアのセルフレームのものもあって、ちょっとそのクリアのものもちょっと欲しいなって思ってるんですけど、まあこれかけてよかったらそのクリアのものも買おうかななんて思ったりしてるんですが、いや、そんな形で普段ね、あまりメガネかけないけど、まあちょっと値段が安くて、おしゃれな感じのもの欲しいなっていう方は、ゾフさん、ジンズさん、うまく使っていただくといいんじゃないかなと思います。いや、特にね、この5500円レンズ付きって結構というかかなりの破格だと思うんで、どなたでも手を出していただけると思うし、もちろんそんなに目が悪くなくって、その伊達メガネ的に使いたいっていうところでも手を出しやすい価格だと思うんで、まあそういう意味も含めて、ファッション的なものと実用品っていうところで、両方兼ねてね、おすすめしたいなということで紹介をさせていただきました。まあ今結構どこでも、ゾフさん、ジンズさん結構あると思うんで、お近くの店舗を見ていただけたらと思います。はい。ということで、今回はね、ちょっと初めてメガネご紹介をさせていただきました。また何かね、新しく作ったりすれば動画にさせていただこうかなと思いますので、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンと押していただけたらなと思います。はい。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。